から聞いたわ。ちょっと来て。ねえライアン、わからないようだからはっきり言うわ。もうよりを戻す気はないの。あなたにとってはただの遊びなんでしょ。いいえ、そうに決まってる。あなたのそういう軽いノリ、そういうのが嫌で別れたの。あなたって無責任で自分勝手で、まるで小さなガキみたい。はい、今夜のコンサートまでにビラを配って。つまりエディは倫理的な人間に使われるのなら倫理的なものになる。タロン2より大佐、ターゲットエリアの人口密集度が情報と異なっています。センサーはおよそ1000体の哺乳動物の体温を感知、人間である可能性があります。情報員の誤りかもしれません。任務遂行不可能を確認してください。ターゲット攻撃の中止を要請します。もっと変わったのはないの？中指を立てたのとか、手のひらにスパイクがついてるのとか。便利でしょ、子供を引っ叩くときに。だって今のやつ力を入れて叩こうとするとすっぽ抜けちゃうんだものそれで結構困ってんのよね。だからもしうまい具合に子供が言うことを聞いてくれて、義手を拾って歩かなくて済むようになれば、ひょっとしたら釣りを楽しむ時間が作れるかも。ああ、どうかしら、大丈夫そうだけど。乗せてあげてもいいわよ、私も同じ方向だし。あ、でも寄り道するけど、2、3時間かかるかも、それでよければ。いえ大丈夫だって、あなたは変質者じゃないし。でしょ、もしその素振りを見せたら降ろすから。でもなぜ私がそんなことしなきゃいけないの？どう過ごすのか聞いてみたかった。1年で一番ハッピーなこの日を。私ただ知りたいの、バレンタインに完璧に 100% 一人ぼっちの人間なのかってことを。バレンタインにデートしたいとは思わないの？孤独は自分のせいなの、超度級の神経質だから。仕事に追われて自分を癒す時間がない。どうも。いいえ、タイと呼んで。いいえ、あなたを諦めただけ。別れた時のことはね、あんたとの一番楽しい思い出だわ。マドクタイ、私覚えてる？バクダッドで彼以外のメンバーは全員脱走してるのよ。信じられない。無人機をオフラインにして今すぐの。実は私たち帝王切開に変えてもらえないかと思ってまして、早いとこ済ませたいかなって、うん、でできればいっそ今夜あたりとか、うん、でしょ、今日大晦日。さあガチンコよ、これよガチンコ。砲兵源がいくら探してもマサイアスを見つけられないのは UFB にもコロニーにもいないから。対戦の後誰もこの区域には立ち入らなくなった。危険区域だからね。ね、もう着くわ。大丈夫？そうよね、彼がいたから戦えた。私たちにとっては最高の同志だったわ。ハウザーは完璧じゃなかった、最低のやつだと思ったこともある。まあね、もう遅いわ。話があるなら明日の朝に電話して。考えてたわ、いつも考えてた。あなたは私の人生の全てだった。バージニアから出てきた23歳の娘がイギリスでサッカーのスター選手と偶然恋に落ちて結婚をした。バカンスはトスカーナ、ピザの味もね。こう自分に言い聞かせることにしよっと。この映画さえ我慢したら私は自由になれる。まずあなたのヘアスタイルに口を出すわ。次に服装に口を出して、友達や子供の数までとやかく言ってくるの。めまいに出てくる哀れで悩める主人公のことを覚えてる？あれがヒッチ。映画ではスリムで美なんだけど。